皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。9日目ですね。あー来たよ、ここで来たよ。9日目でメインイベントが登場でございます。明神さん、お池さんとね、当たるんですね。ミブさんは百鬼丸さん、まあ武蔵丸さんモデルなんでしょうね。はい、白梅さん5勝3敗同士で雲海さんと当たるみたいですね。お池さん5勝3敗明神さん4勝4敗の同門対決ですね。これはちょっと見ときましょう。お池さん早い、仕掛けが早い。わー突き落とした。はい、ミブさん7勝1敗、百鬼丸さん、さすがに強いね。サインさんは1勝7敗の長戸さんがお相手。3勝5敗の渡月橋さんは1勝7敗、大筒山さん。東山さん、来ました。横綱、八重の海さんと対決です。さあ、前場所は、あー、おー早かった。もうちょっと粘ってほしかったけどね。はい、渡月橋さん勝って、おー、サインさん負けたけど、ミブさんが百鬼丸さんに勝ってる。で、同門はミオシンさん勝ちましたね。で、あと十両、白梅さん勝ちましたね。さあ、これで優勝戦線がちょっともう、有利になってきましたね。あの八重の海さんがね。さあここサインさんこの辺ちょっとね潰しといてほしい。さあ2日連続で横綱と当たる。あーここで渡月橋さんが八重の海さんと当たるんですね。ミブさんはバレーホさんか。猫児さん、吉祥院さん、強い。あー、藤森さんもう一個ね。はい、6勝3敗になりました。白梅さんは海舟さんですね。お相手4勝5敗5勝4敗明神さんは2勝7敗の海天さん。6勝3敗三浦さんはバレホーさんですね。お相手5勝4敗お池さんも5勝4敗ですね。お相手は坂東翔さん3勝6敗5勝4敗参院さんは小結び結城富士さん。お相手4勝5敗東山さん、伊達の花さん、伊達の花さん 4敗してんの。これね、おー危ない。こらえてこらえて寄り切る。伊達の花さんがやばいかもしれないね。さあ渡月橋さん八重の海さんとですね、すくい投げ決まるんかな。おりゃーはないか。おー残った残った。そこをこらえるけど逆転になって残った。強いね。おおそっから救わないか。残った。残った。あー厳しいな。うん、寄り切られちゃいました。はい、ということで、他ですね、あとサインさん勝って、お池さん勝って、ミブさん負けちゃってるんだね。で、ミオシンさん勝って、白梅さん勝ちました。はい、10日目終わりまして、八重の海さんが10連勝なんですね。で、小結び勢が、3人ちょっと負け越しのね、可能性出てきましたね。結城富士さん、岩戸川さん、朝日の丸さんね。で、我が部屋はと言いますと、荒藤さんと桐風、我が部屋じゃないよね。
他勝ち越してんのね、荒藤さんと桐和さんで、我が部屋は、現在渡月橋さんが4勝6敗で、3位さん6勝、お池さん、明神さん、あ、三部さんも6勝4敗なんだ。うん、なるほどね。で、白梅さんが勝ち越しリーチで、十両は2人も早くも勝ち越してますね。はい、11日目いきたいと思います。お池さんどうした、最近言うこと聞くじゃないか。3位さん関脇とね、あー小結び木川さんとですね、妙心寺さん、あー土発展さん、白梅さんは豊水さん、三部さんが、あー南総流さんか。はい、まず白梅さん勝ち越しかかってますね。同じく7勝3敗の豊水さんがお相手です。残っちゃう、いや、おー惜しい、叩き込み失敗。しかしそこから怒涛の押しが始まりました。あー2発目失敗。しかしここで、ま、あのめげずに押し突き出しましたね。無事勝ち越しましたね。さあ、三部さんは2勝8敗の、南総流さん、明神さんは1勝9敗の土発展さん、お池さん力かましさんですね、お相手1勝9敗。この辺は勝っときたいね、3人。さあ、三院さんは関脇高錦さんね、7勝3敗現在。渡月橋さんは、6勝4敗の千代の鶴さん、東山さんは関脇氷川さん4勝6敗。あ、負けちゃった。東山さん、まあしょうがないね。渡月橋さん勝ちましたね。あ、サインさんもね、高西さんがまあもともと強いからしょうがないね。あ、お池さんも負けてる。で、妙心さん、三部さんは勝って、白梅さんね、見事に勝ち越しましたね。はい、12日目いきましょう。あー、また言うこと機関車トーマスになった。サインさんがね、ずっと言うこと聞いてるよね。東山さん今回はちょっとね、惜しかったね。さあ、妙心さん、あ、三部さんとか。はい、姉小路さんはまあそうだよね。あ、岸尾さんまずいっぱい。あー、よかった、藤野森さん勝ち越しましたね。これでメモしとこう。はい、白梅さんは玉飛龍さんを相手9勝2敗で、三部さんと妙心寺さんね、勝った方が勝ち越し。残った、いや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 、残った。三部さんこのね、突き落とし、まあ失敗してからのあの切り返しがすごいね。ああ、決まった、三部さんが先に勝ち越しましたね。はい、お池さん現在6勝5敗、お相手は虹の海さん4勝7敗。これはパスしますね。はい、サインさんは関脇琴不動さんとですね、お相手8勝3敗。東山さん、千代の鶴さんですね、お相手6勝5敗。渡月橋さんは5勝6敗同士で氷川さんと。うん、まあこの辺はそうですね。あ、サインさん負けちゃったんだね。で、あと下はお池さんね、で、三部さんが先に勝ち越しましたね。で、白梅さんも勝ってますね。さあ、12日目終わって東山さん9勝3敗、あー9勝3敗が多いね。で、荒藤さんが10勝2敗なのか。で、渡月橋さん、サインさんが6勝6敗のタイになっちゃったんでね。で、お池さん勝ち越しリーチ、明神さんもね、負けちゃったけど勝ち越しリーチで、三部さんが勝ち越しましたね。で、十両は現在10勝してるのは銀鱗さんか。あ、もうダメだ全然言うこと聞かねえ。
さあ小結びを潰していってほしいね。ああ明神さん強いのと当たんね。荒藤さんか。三部さんは坂東省さんね。まずは、白梅さんね。鈴の風さんお相手7勝5敗。三部さんは坂東省さんね、お相手4勝8敗。お池さん勝ち越しかかってますね。9勝3敗桐風さんがお相手です。首投げやられた。くるっと回転しましたね。はい、サインさんは1勝11敗の 大筒山さん。明神さん勝ち越しかかってますね。結構強い荒藤さんお相手。わあ、こまごまとね巻き返しをやってくるんですね。ああここで上手投げか。はい、トゲツキョウさんは5勝7敗。朝日誉さん、東山さんは岩戸川さんですね。岩戸川さんも5勝7敗で負け越しリーチなんですね。おお、両方とも小結び負けましたね。であとはサインさん、小池さん負けちゃったんだもんね。でミブさんと白梅さん勝ちましたね。小結びが3人負け越してるんだ、5勝8敗で。これ大きな入れ替えあるかな。高山とさんがね来てるからな。まだおかしなことならんかったらいいけどね。氷川さんが下がるからまず小結び1枠減るんですよね。まあ14日目いきましょう。ああ、お池さん大憲法さんから苦手な人やね。さあ東山さん、潰していきましょう。全勝6勝1敗。5勝2敗、まあまあまあいいでしょう。はい、まず、白梅さんね、友鶴さんお相手7勝6敗で、三部さんですね、力釜石さんお相手2勝11敗か。お池さん大憲法さんとですね7勝6敗同士でですね、勝ち越しがなかなか。ああ一気にいった。これで勝ち越しましたね。14日目か。はい、サインさん、徳之峰さんですね。サインさんも勝ち越しかかってるんで。まあサインさんね順当に勝ち越しましたね。はい、明神寺さんは友の方さん技師ですね。まあ、いわゆる友の花さんですよね。あー危ない、びっくりした。あー2度目のすくい投げは決まっちゃったね。勝ち越しを預け。はい、東山さんは朝日誉さんですね。これはちょっとパスしましょう。トゲツキョウさん勝ち越しかかってます。小結び岩戸川さんとガツッといった。さあ得意のすくい投げが見れてないよまだ。ああ危ない、ここで上手投げを決められそうになるけどこらえましたね。差し替えたけど出ない。追い込んではいる、追い込んでいてここで勝ち越し。順
当ですね、明神さんだけ負けちゃったけどね。でサインさん、お池さん、リブさん、白梅さん勝ちましたね。14日目終わりました。いや、江の美さん強い、14連勝。荒藤さんがね、結び上がりそうやね、この設定的にね。渡月橋さん、サインさん、お池さん勝ち越しました。明神さん千秋楽までお預け。ミブさんが10勝4敗、白梅さん11勝3敗。さあ千秋楽いきましょう。あー、お池さんも機関車トーマスやっぱりひどいな。あー、渡月橋さんと、そうかそうかそうか、あーね、同じランクだからね。はい、白梅さんは北島さんとですね、お相手9勝5敗。ミブさん、虹の海さん、お相手5勝9敗。お池さん、吉ヶ崎さんですね、お相手4勝10敗。サインさん、初勝ち岳さんですね、お相手3勝11敗。明神さん、星園さんですね、お相手11勝3敗。これね、土つけといてほしいな、今後のためにも。残った。あー、いった、突き出した。で東山さんと渡月橋さん同門対決、ここは渡月橋さん空気読んでほしい。おお、どうした、どうした、どうした。残った。おお、こっから一方的になったけど、あー、まあねえ、トゲトゲさんもそこそこ強いからね。うん、組んだらやっぱり強いね。オープンナイト、おー、夜。さあここで、あーあー、まあまあそうでしょうね。他は明神さんか、なんとか勝ち越しましたね、千秋楽で。でサインさん負けて、お池さん、ミブさん勝ってる。で白梅さん勝ちました。はい、トータルですね、12勝3敗東山さんで、渡月橋さん、サインさん8勝7敗、あ、明神さんも8勝7敗ね。で、お池さん9勝6敗、みぶさん11勝4敗、白梅さん12勝3敗でしたね。まあ、下まで見ときましょう。はい、こんな感じでした。小結びでね、10敗してんのが2人、岩戸川さんも6勝9敗だったんですね。なんとか伊達の花さん勝ち越しましたね。はい、という感じで技能賞古賀の里さんで、関東賞荒藤さんで、主君賞琴不動さんということですね。あー、玉飛龍さんか。はい、7月場所ですね。もうここでね、三役上がらんかったらもうきついな。はい、ということで、ちょっと親方能力まず下がってるかな。あー、まあまあそんな感じですね。あー、やっぱり誰も三役上がってない。どうなってんの。あー、荒藤さんがね、まあ12勝だったから仕方ないとして、まあ岩戸川さんは落ちたね、確かに。
あー、そんな感じか。はい、ではここでちょっと終了したいと思います。ご視聴お疲れ様でした。それでは、また次回ご期待ください。さよなら。